まずはじめに、赤色のユニフォーム、東山高校のスターティングメンバーです。ゴールキーパー、17番、麻生くん。ディフェンダー、3番、上山くん。4番、福崎くん。5番、中山くん。6番、古川くん。ミッドフィルダー、7番、沖村くん。11番、吉田くん。12番、西本くん。14番、辻くん。フォワード、9番、小西くん。10番、山下くん。の11名です。対しまして、緑色のユニフォーム、京都共栄学園高校のスターティングメンバーです。ゴールキーパー、1番、山本くん。ディフェンダー、2番、林くん。6番、大野くん。4番、三宅くん。3番、佐賀くん。ミッドフィルダー、8番、上田くん。7番、船杉くん。5番、横山くん。11番、松坂くん。フォワード、10番、近藤くん。9番、広岡くん。の11名です。なお、この試合は、主審、相宮一馬氏。すごい。Thank you.
から、ね。